妖精の戯れが俺に手襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル、振るがよい。マカロフの古来。 こいつがジジイの敵か。夏、落差せ。おやつ、マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったんだな。こいつは驚いた。二代、せっかくだ。墓を作って拝んでやるとするか。 雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。 ライエンリュー、100倍返しだ。 俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。
頼んだ。雷炎竜の王冠。これで終わったらもう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目開眼。見せて神勢魔道の神話。ここからウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔道の神話。なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。この先に見つけたるや、深淵に輝く未知なる魔法。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だが、そのあと少しが深い。その深さを埋めるものこそ、大魔法世界。ゼレフ、今宵、ゼレフの覚醒とともに、世界は変わる。未知なる魔法。ウヌラはいけぬ、大魔法世界。怖い、怖い、怖い、怖くて、もう、ダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ヤマホネメシス。アマテラス百式。まだまだ。カット、行くぞ。エンタグリムソード。頑張ります。テングルのリズム。やってやる。ここからだ。アイスメイク、コールドエッグドライバー。これからよ。ルーシーキック。これ式で。月戦。行きます。天狗の任せて。
終わりだ。アイスメイク、アイスゲイザー。うわぁ、私が、この私がマカロフに負けるというのか。勝つのは俺たちだ。いいな、窓を進む者の頂にたどり着く日までは悪魔は眠らない。行け、フェアリーテイラー。滅容疑解、ジュレンバクライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ。私たち勝ったんですね。みんな、よくやってくれた。じいちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ。魔法とは本来闇。闇のギルドを引退した私は魔の道を深く、あと少し、あと、そんなものを見つけても何も。魔法が本来闇だというな。魔法は生きておる。それはフェアリーテイルは自由とと全部あなたから学んだこと。
そうだな。君たちのような存在が僕を作り出した。つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結する。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア、一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらうよ。待て、ウヌにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。身の程を知らぬクズ、冥界へ落ちるがよい。来たか、アクノロギア。この感じ、なんだ？うるせえ！この声。に抗えないものが。この時代は終わる。さよなら、夏。ブレスだ。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。そうじゃ、みんなで帰ろう。
あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって思えたの。結果から言うと、私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。かっはっはっは、そいつはいい、面白い。ああ、だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく、個々の実力においても。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏と探しに行っちまったが、ロメオ、ついてかなくてよかったのか？もし天狼島が見つかってもみんな生きてるかわからねえんだろ。そんなことねえって、信じなきゃよ。そこは7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。なったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。
do. せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。 まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。行方不明の人を探せばいいのね。 その依頼、私も行きます。ウェンディ、大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか。
ディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか、ウェンディ。あ、ちょっと家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。あれ、鍵が開かない。あ、張り紙だ。何何？7年分の家賃を払うまで入れません。大家より。いやー、7年分そんな大金払えないよ。ルーシーさんもでしたか。え、ウェンディも？フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルスも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよナイツ。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだって。よく探したのか。うん、隅々まで探したけど。ルーシー。別に。ギルドも私たち